はい、皆さんこんばんは、工藤翔です。今回は隣にいらっしゃいます津森ゆうき投手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわー、ちょっとドキドキしますね。ね、実はね、津森投手と会うのがこれ2回目、2回目ですかね。ちゃんと会うのが2回目なんですよ。ただ、津森投手知らないんですけど、僕が勝手に個人的にずっと知ってて、大学時代に東北福祉大行ってた時に、はい、ちょうど津森の1個上の先輩かなが僕の友達の弟で、神宮大会を実は僕2試合ぐらい応援に行ってます。で、その時投げてました。その時は背番号16です。16、2年生でエースで投げてて優勝したんですよね、はい、全国制覇してます。その時僕実はね、応援してて一方的なファンでした。それが、はい、ホークスに入ったんで、うわ嬉しい、いつか会いたいと思って、それが今年の夏ぐらいにちょっと念願かなって、健太がねちょっと紹介してくれて、一緒にちょっと会う機会があって、2回目に会った、1回目か、それが1回目に会ったという時でした。で、今回ね、その時に応援歌を、登場曲をね僕も作ってほしいっていうふうにちょっと言ってくれたんで、はい、今回頑張って今制作してる途中です。本当にありがとうございます。頑張ります、はい、マジで。今までね、健太と、はい、右京、周東と川瀬の3人の応援歌作ってきたんですけど、それ聞きました？聞いてます。球場でもやっぱブルペン待ってる間とかでも聞こえてくるんで。おお、ブルペンでも聞こえる。はい、ほうほうほう。で、それ聞いて、あ、次今宮さん。おお、分かる、大体分かる。じゃあその時に、あ、この歌いいなって思ったわけですね。はいはい、はい、よかった。おお、よかったですか。ありがとうございます。響き渡ってたっす。ありがとうございます。いや本当に僕が作った人たちが、はい、今シーズン結構活躍してくれたんですよ。そうですね、はい、はい、で、それがもう何より嬉しくて、はい、それがあって多分津森投手もちょっとお願いしてくれたと思うんですけど、今回ね、こう僕が応援歌を作るにあたって、こう来年からさらに活躍してもらえるようにね、僕も頑張っていきますんで、はい、はい、頑張ってください。頑張ります。こっからはね、はい、どうしますか、何話しますか。質問とか、僕からの質問をぶつけましょうかね。で、今後皆さん見てる人からの質問を募集して、はい、この今回の YouTube のコメント欄に津森投手への質問を書いててください。そしたらなんか曲が完成したタイミングなのか、どっかのタイミングでちょっとその質問をぶつけれる範囲でちょっと聞いていきたいと思ってますので、ぜひコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、津森投手、これ僕が一番驚いたのが、今年まだプロ3年目なんですか。3年目です。これさっき僕調べてたんですよ、はい、そしたら3年目って言ってて僕の感覚的にはもうベテランのイメージなんですよ、はい、よく言われます。よく言われる、なんか風格が、風格的にもうベテランの風格があって、本当に3年目でびっくりして、今年が51試合でキャリアハイの登板、はいはい、うわーすごい。で、皆さん給料上がってますから。連覇上がりましたね。上がりました、ね。いやー、いいっすね。よかったです。期待されてますよ。はい。でもね、今年初黒星を喫した。はい。ね、やっぱこう、今まで負けなしで来てて、はい、こう負け投手になった時の気持ちって何かあった？いや、まあ、やっぱり悔しいっていう気持ちはありましたね。だから自分が打たれて負けたってことだもんね。そうです。でもそれだけ期待されていいところで投げれたっていうことでもあるよね。そうですね、それは嬉しい、はい、それはもういいことです。いいっすね、はい、経験させてもらってるっていう、はい、なんかこう僕が今シーズン見てて、こう今まで僕の津森投手のイメージってこう強気というか、はい、なんていうんですかね、気合で押していく、昔のデビュー当時の森友哉投手みたいな、はい、うわーっていくイメージ、押していくイメージがあって、じゃあ今年負けが多分続いたせいか、途中なんか弱くなってたように見えませんでした。って僕見えてたんですよ。はい、なんか気持ちがちょっと弱くなってると思って、励ましてやりたいなって思ってる時にちょうど会えたんで、はい、それもタイミングかなと思って、やっぱその時の心境の変化もやっぱあったんですか？いや、ありました。やっぱりなんていうんですかね、なんかみんな応援してくれてるんだなっていう気持ちにもなりましたし、それでさらに頑張ろうっていう
気持ちにもなりました。あの時やっぱちょっと自信は失ってた。もう結構落ち込んでましたね。やっぱり結構落ちてました、あの時は。いや、それが、画面上からも出るって感じですね。分かりやすいタイプですね、はい、素直ですね、じゃあ。結構素直なタイプ。あんま嘘つけないでもいい性格です、はい、いや、いいと思います、それは。まあでもね、それをね、今回この応援歌登場曲を作るにあたって、ちょっとこう高ぶるような自信がない時でもこうよしやるぞっていう気持ちになるような、うん、ちょっと応援歌登場曲を作っていきたいと思ってるんで、はい、来年から負けを少なくできるように、はい、応援歌の力でも、はい、で勝ちを増やせてチームの勝利に貢献できるようなね、気持ちになるような歌を作っていきます。はい、頑張ります。お願いします。あとですね、会うまでの津森投手の僕のイメージはもう一個あって、大学時代から僕知ってたんで、プロホークスに入ってちょっと注目して見てるわけですよ。見ててデビュー戦が1年目に来ましたよね。もう1年目にデビュー戦で初登板が来て、その時がなんと満塁か覚えてないけど満塁のピンチだったんですよ。はい、そうです。相手が西武？ロッテです。ロッテのね、ちょっと待ってよ、井上のバッターだったんです。そうです。あー、井上選手。はい。で、満塁で上がって、結果がね、パーセンター方向に多分、はい、満塁ホームラン打たれたんですよ。はい。もうあれがもう鮮明に覚えてて、うわ、あの大学であんな球投げて活躍してたつもりが、プロ行って、うわ、これやっぱ打たれるんだ。プロってやっぱすごいなっていう思いもあって、あとはこう、悲しさもあったんですよね。うわ、打たれたっていう思いがあって、まあでもその時って衝撃的なデビューじゃないですか、逆に。まあそうですね。満塁で抑えたらすごいデビューかもしれないけど、打たれたことによってこうインパクトも逆にあるし、その時の打たれた時のデビュー戦のなんか心境とかって今は覚えてるんですか、やっぱあの試合が一番覚えてるんですか。ああ、まあそうですね。まあそのマウンド上がる前がまあ初登板やってて、うん、やっぱ、まあ、持ち味のちょっと強気でいっちゃろうっていう気持ちでいって、ね、なんかいざ投げたら、まあ、打たれたんですけど結果は。でもなんかうわ打たれたっていう感じはなかったですね。おお、なんかなんていうんですか、感情がそんななんか無でしたね、その時。緊張で、緊張もありましたし、なんていうんですかね、抑えたらなんかプロ初デビューで抑えたみたいなっていうイメージもあったんで、うんうんうん、そのボールも悪くなかったんですよ、はいはいはい、でその時の感じはちょっと難しいですね。でも言葉では表せないような感情だった、はい、なんかシナンマになんかボールがスタンドに行って球場もちょっとわって、うん、おーってなんかちょっと逆になんていうんですか、圧に押されてた感じだったんですけど、打たれた時はなんかそれってでも俺らはやっぱ経験できんけん、はい、やっぱ見とってやっぱ気になるよね、どういう心境だったのかって。こうガーッワンスリー、いやツースリー、ツースリーからのストレート、はい、でもそんな感じ、はい、なんかもうショックというよりはおーってなんか自分もなんか飲まれてる感じです。なんか球場ごとなるんと一緒で自分もなんかうわーみたいな、ぼーっとする感じ、ぼーっと、はあ、これすごいっすね。その感じは自分がピッチャーやったらツーアウト満塁がどうなるかな、テンパるかもしれんみたいな、フューって。で知らんもんにセンターのスタンドイン、スタンドインみたいな、まあ後々これがプロかみたいな。ああ、でも、あったっすね。でもよかった、あの日の経験はそれからのプロ生活にやっぱ生きてきた。まあある意味生きてきたかなって。まあでもその数日後にあのその年の新人であれですね、初勝利あげたのが自分が一番早かった、はいはいはい、一番乗りだったね、はい、はいはいはい。だからなんかすごい新人で一番早く丸いホームランも多分打たれたし、その年一人目、はい、すごいね。初めてらしいです。初めて満塁ホームラン、はい、なんか満塁で出て行って一人目のバッターに満塁ホームランを打たれるのがプロで初、はい、持ってますね。いいのか悪いのか、いいのか悪いのかね、はい、でも持ってますよ。でその後にその年の
一番乗りの勝利、新人の。はい、そうです。だからいろいろ持ってるね。なんか、はい、打たれて持ってるし、抑えて持ってるし、はい、いい、持ってる男ですよ、これは。ある意味ですね。ある意味、はい、なんかその中で、自分自身ね、はい、一番この3年間で印象に残ってる試合というか、はい、その登板、はい、この勝負、誰かとの勝負なのか、はい、あ、誰かの勝負は後で聞きましょうか、じゃあ、はい、この試合、一番印象に残ってる試合って、登板っていうのは。まあ今年、まあ1個挙げるとしたら、初セーブ挙げたんですよ。はい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 、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。で、それが延長の11回ですかね、うん、楽天戦の、はい、それで初セーブ挙げた時ですかね。あ、それが一番覚えてる、印象に残ってる。印象ですね、やっぱセーブっていう、なんていうんですかね、やっぱセーブっすよ。セーブですね、セーブですね、はい、セーブだけど相手は楽天ね。楽天、あ、はいはいはい。最後の、まあ、延長の11回で、あの、しびれたっすね、あの一番。はあ、あれってさ、向こうやったっけ。あ、向こうです、あの久保田、はい、宮城ってことは、裏を抑えたってことか。そうですね。なんか分からんけど、セーブってやっぱ違う。違いますね、やっぱホールド、まあ、緊張感はありますけど、うん、またさらにすごい緊張、うん、最後の試合をね、最後の3つアウト取るっていう難しさというか、やっぱ違うんや。違いました。じゃあ9回で抑えて投げてるピッチャーはやっぱえぐいっす。すごいっす。ここもすごいし、そこもすごいし、やっぱ気持ちがすごいですね。森さんすごいなっていう。嘘、思ったですね、やっぱ改めて。ですって、やっぱ9回は違うみたいです。なんか僕らはね、こうよくわかんないじゃないですか、その心理がね。やっぱ全然違うんだ。やばいっす。やばい、何がどうやばい。もう緊張感っていうか、やっぱ野手の人もみんな見てるじゃないですか、うん、やっぱ9回ちゃう、セーブのつく最後のシチュエーションのスリーアウトって、はい、やっぱ1個ずつっていうか、1球ずつほんまに普通の時よりは違う雰囲気も違いました。これはなんかいい話ですね。いい話聞けましたね。9回、そうか、ごめん、なんか本当にすごいよ、これ。この話すごいな。抑えはすごいです。違うんや、初めて。それが今3年目で一番ゾクゾクした試合です。はあ、なんかすごいなそれ、うん、てか勝った試合、初登板でもなく、はい、初勝利の試合でもなく、負けた試合でもなく、セーブ、初セーブですね。じゃあ今年結構いろんな初物を経験したね。初物した、負けもあります。初のね、黒星で初セーブ、50試合、キャリアハイの51試合、完走した。ああ、そっか、1年間ね。いい、じゃあいい年だった。まあいい年でもあり、まあいろいろ経験した年ですかね。まあ状態の波が、はいはいはい、よかったよ、よかったよね、はい。じゃあ今までこう大学では先発経験して、プロで中継ぎで西武も経験した、一応今後やりたいポジションってどこ。やれるなら、やれるなら抑えがいいです。やっぱ抑え、抑え。あの緊張感はあるけど、やっぱ抑え、抑えですね。やっぱり最後のやっぱ3つアウト取るっていうポジションのピッチャーが、そのチームの中でピッチャーの中で一番信頼されてるから、そこで投げるっていう、締めるっていうか試合を。あ、やっぱそこなんだ。結構みんなね、ピッチャー抑えやりたいっていう人多いよね。やっぱそう、そうですね、快感になるんや、はい、続々が、はい。でまあ、うん、打たれたのは仕方はないですけど、うんうん、まあ、やっぱりそこで抑えたら一番しびれるかな。いや、いいなぁ、いいね、はい、あのドキドキから逃げるんじゃなく向かっていく感じね、さすが攻める男ですよ。でも持ってるから、これからね、その9回のね、締めを投げれるように努力して、はい、そこで9回で登場曲も流れて、それ最高っすね、最高っすね、はい、いや、頑張ってください、マジで、はい、マジで頑張ってください。あ、じゃあね、さっきね、聞き忘れた、印象に残ってる登板が初セーブの時ね、
じゃあさ、このバッター、打者、一番印象に残った打者っていう一人挙げるとしたら、この人すごかったな、なのか。すごかったバッターですか。うん、やっぱなんていうんですかね、まあ、山川さんとか。おお、いいのも悪いのもあるんですけど、自分の中で。あと、もう一人挙げなったら、その今年がそのさっきホームラン打たれたの井上選手だったのが2回目の勝負やったんです、今年。ほうほう。あ、じゃあ1年目から1回も勝負してなくて、で、今年がやっとまた勝負できたんで。おお。で、結果は三振。リベンジ、はい、リベンジできたっす。あ、それは印象に残るね、はい、ホームラン打たれた後に三振取った、はい、最後の球は何でしたか。まっすぐです。男、うん、そこはちょっとなんて、まあ、意識してしまったんで、そこ、うん、ちょっと最後まっすぐ三振取れてよかったです。じゃあその時キャッチャー甲斐さんでした。甲斐さんですかね。最後決め球は何で、一発で決まったんですか。一発で決まった、外まっすぐかぁ。どっちだ、見逃しか。そこ覚えてないんかい。いっぱいでもうバチンとする。見逃し、はい、おぉ、いいね、はい、それが気持ちよかった。気持ちよかったです。なんかちょっとやり返した感はあったですね。うんうんうん。これからはでもね、やられたらやり返さんという感じね。そうです。もうやられとったらね、ダメになっていくし、それを繰り返しやね、はい、え、山川選手は？は、まあ一回その高川の時に、うん、加山さんの後を投げたんですよ。はいはい。でその時山川さんだったんで、うん、自分が右バッターで行って、で結構まっすぐに強いって言われたんですけど、なんか全球まっすぐ行ったんですよ。お、全球まっすぐ。全球まっすぐ、はい、6球ぐらい投げたのかな。うん。で三振取れたんで、それも結構良かったなっていうあれと、で悪かったのが、やっぱすごいと思ったのが、そのなんていうんですか、やっぱ自分のまっすぐっていう、まあ、スピーチャーって分かってて、でたまたまインコース行ったんですよ、うん、それを一発で弾き返されたんですよ、うん、それがグッと思ったんです。インコース行ったんですよ。はいはい、厳しかった、はい、しかもちょっと高めで、自分結構得意いいところでね、はい、シュートしながらこうちょっと行くみたいなね。それをバーンってクリーンも普通にマシンで取られたんで、うわーってなったっすね。いや、すごい、すごいな、やっぱすごい、すごいっす。え、あれ、あの人は、あ、もう一人おったっす。あ、いやいや、いいっすよ、どうぞ。浅村さん。あー、浅村さん、大阪桐蔭からの、はい、楽天。今年やばいっす。毎年相性悪いですね。相性悪い、うん、打たれてる、はい、今年もその最後浅村さんにさよなら食らいました。じゃあその浅村さんに次はリベンジだ。したいですね。したいね。でもやっぱそのバッターが打席立つと意識する、やっぱ、はい、いやもうぶっちゃけ言っていいですか、うん、浅村さん、うん、抑えるところないです。嘘、はい、多分一番難しいです、自分は。あー、つもりの中で浅村さんが一番もう、はい、右バッターで一番無理、マジで。そのちょうどさよなら打たれた時も、うん、出力的にその日が一番ベストの出力出たんですよ、マックス。ほう。ちなみにマックス出たんですよ、その日。おうおうおう。でスライダーで追い込んで、もう一球スライダー行った時にちょっとファールで泳いだんですよ。その時になんかどっち投げればいいかな。あー、ストロー、まっすぐかスライダーか、変なファウルしたんですよ、スライダーを。うん。で、まっすぐ結構いいとこ行ったんですよ。パーン、弾き返されたっす。ビビったっす。で、さよならっす。それで負けか。負けたっす。じゃあ逆に言ったらなんかもう仕方ないなと思ったよね。いや、でも悔しかったですね、出力というか。そっか、いい状態でいってるのね。結構いい状態で体触れてたんで、うん、まさにその後から、うん、崖落ちた、ね、落ちていった、そっから落ちていった。じゃあ次、浅村さんを抑えたら上がっていくな。逆に上がっていくかもしれないですね。キーマンやね。そうですね。つもり勇気の
プロ野球人生のキーマン浅村選手と言っても過言じゃないですね。そうです、まっすぐで三振取れたらやっぱそんだけキレがあるのかなっていうふうに思っちゃうんで、浅村さん、はいはいはい、そうです、キーマンですね。うわー、いいっすね。みんな、あの今後浅村選手との対戦ちょっと楽しみに、はい、僕もめっちゃ今もうワクワクドキドキ来シーズン俺もドキドキする、多分つもりがピッチャーしよって浅村さんバッター僕さえ言ったら多分俺ドキドキする緊張する。ほんとすごいっす、なんかたまに抜けてインコースめっちゃ食い込んでいく、うん、もう詰まっててもヒットするんですよ。はあ、はあ、天才、うん、はい、天才。はあ、つもりの中では浅村さんが苦手か、苦手っていうかすごいか。すごいっす、はあ、すごい話聞きました。うわ、ありがとうございます。いえ、それだけはちょっと勘弁する勘弁してほしい。いつも本当に。でもね、やっぱ浅村さんバッターボックス立っとってもさ、つもりとしてはさ、やっぱ抑えるつもりはいで言ってるよね。つもりで、はい、はい、やっぱこれからもね、抑えるつもりで、はい、あのマウンド上がりますんでね、はい、これからも期待して皆さん応援していきましょう。はい、はい、というわけでちょっとこの辺にしときますか。しときますか。この辺にしときますかって言っときながら、めちゃくちゃいいなんかレアな話を聞けたんで、いや、ありがとうございます。いえ、ちょうどです。じゃあちょっと最後の、はい、締めに、締め、はい、はい、ちょっと本当に貴重なお時間で、はい、いろんな話を聞かせてもらってありがとうございました。ありがとうございます。これからね、応援歌作って登場曲、最高のね、つもり投手が喜んでもらえるような一曲をね、作っていきますので、はい、はい、皆さん期待しててください。よろしくお願いします。お願いします。では最後に、来シーズンの抱負をよろしくお願いします。抱負、はい、声を張ってお願いします。はい、強気で、来シーズン、はい、1年間勝ちパターンで投げて、しっかりチームに貢献できるよう頑張ります。あと、自分の新しい、登場曲を球場に聞きに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。つもり投手、今日はありがとうございました。ありがとうございました。